ポルトガル内戦は1828年から1834年にかけてポルトガル王国において王位継承をめぐる争いから起きた内戦。ウィーン体制下における立憲君主主義と絶対君主主義の対立が主な原因。スペインをはじめイギリス、フランス、カトリック教会などの介入を招いた。自由戦争、Guerras Liberais、兄弟戦争、ミゲリスタ戦争の別名がある。発端は1826年の国王ジョアン6世の死であった。正当な継承権を持つのは、ジョアン6世の最年長の王子ドンペドロであったが、1822年にブラジル帝国がポルトガルから独立した際、ブラジル摂政であったペドロは、皇帝ペドロ1世として擁立されていた。ペドロのポルトガル王位継承は、ポルトガル、ブラジル両国の国民からの大きな反対と議論を招いた。ペドロは一旦王位を継承したが、ポルトガル王としてはペドロ4世。間もなく7歳の娘マリア・ダ・グロリアへ上位し、自分の弟ミゲルと婚約させた上で、マリアが未成年の間の摂政とすることにした。またペドロは、1822年に、ジョアン6世が定めたポルトガル最初の憲法を、1826年4月に改正した。新しい立憲議会において、ペドロは自由主義的な考えを持っていたが、絶対王政派と、立憲王政派、自由主義者との仲裁に努め、双方に政治上の役目を与えた。1822年憲法と異なるのは、新たに政府の権限を4つに分立させたところである。立法府は2つに分けられ、上院は貴族院として国王に選ばれる貴族、または聖職者が議席を持ち、任期は終身かつ世襲であった。下院は衆議院として、地方議会による間接選挙で選ばれる111人の議員が議席を持ち、任期は4年間である。また、地方議会への選挙権は国税を納めた富裕な男子のみに制限された。司法権は裁判所が司り、行政権は内閣が司る。国王の政治上の権限は縮小されるものの、立法に対する絶対的拒否権を保持した。地主層や教会を中心とした絶対王政派の多くは、この新憲法に不満であった。ペドロ4世は、ブラジルの君主であって、ポルトガル内の政治には口出しすべきでない、と彼らは考えた。そして、絶対主義の信奉者であった、ミゲル王子を王位につけようと企んだ。ナポレオンによってもたらされた、諸改革を根絶しようとする、スペインのフェルナンド7世の支持を得て、絶対王政派は国内の自由主義者を攻撃した。1828年2月、外遊中だったミゲルが帰国した。女王マリア2世への忠誠を誓い、摂政職を拝命するためとされたが、それは見せかけであった。ミゲルはすぐに自身の支持者らによって国王に推戴され、絶対王政への回帰を宣言する。上下両院は解散させられ、5月には、伝統的身分制議会コルテスが召集された。コルテスにおける議決によって、ミゲルは、目論見通り国王ミゲル一世となり、立憲政府を無効化させた。このような王位の戦勝に自由主義者らは黙っておらず、5月18日に自由主義勢力の砦ポルトにおいて、ペドロ4世とマリア・ダ・グロリア、さらに立憲政府への忠誠を宣言する。絶対王政への反乱は、たとしえも波及し、ミゲルはこれらの反乱を弾圧した。数千人の自由主義者らが逮捕され、また、スペインやイギリスへと亡命した。弾圧は5年間続いた。その頃、ブラジルでは、皇帝ペドロ1世と大農園主との関係が悪化し、1831年4月に、ペドロ1世は、息子ペドロに譲位した。そして、ポルトガルでの内乱を決着させるべく、イギリスへ渡って遠征軍を組織した。その後すぐに自由主義者の亡命政権のあるアゾレス諸島で友軍と合流する。1832年7月、イギリスとスペインの支援を受け、ペドロの軍はポルト近郊へと上陸した。ミゲル派、ミゲリスタは一度は町を放棄したが、ポンテフェレーラの戦いを含む幾度かの衝突の後に、ペドロ軍を包囲する。包囲は約1年に及んだが、ウィリアム・グラスコック率いるイギリス海軍の援軍が道路側に入り、ミゲル川に方面からの攻撃にさらされることとなる。1833年6月、イマダポルトで包囲されている自由主義派軍は、テルセイラ公の率いる部隊と、その援護にあたるチャールズ・ネーピア提督の艦隊を南部のアルガルベ地方へ派遣する。ファロ上陸に成功したテルセイラ公は、アレンテージョ地方を北上して、7月24日にリスボンを奪取する。また、ネーピアの艦隊もサンビセンテ岬の海戦で絶対、王政派の艦隊を完膚なきまでに打ち破った。リスボンを手に入れたことで、ポルトでの9ヶ月に及ぶ攻防戦も勝利に終わった。1833年末、マリア・ダ・グロリアは女王として戴冠し、父ペドロが摂政となった。ミゲル派や教会の財産は没収され、これによってローマ教皇庁との関係は冷え込んだ。友好関係の修復は約8年後の1841年までなされなかった。自由主義派はリスボン、ポルトなどの都市部を抑えることに成功したが、絶対王政派の多くは地方に逃れ、残党狩りは1834年から再開された。ポルトガル内戦は、最終的に1834年5月14日のアセセーラの戦いで決着した。ミゲル派の軍は18,000と大きな脅威であったが、5月24日に和平が結ばれた。ミゲルはポルトガル王位に関する権利をすべて放棄し、ポルトガルから永久追放されるが、代わりに年金の受給を認められた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。